はい、どうも、こみです。さて、本日もこちらの関西クラクラクラブのホームからお届けしていきたいというふうに思います。さてですね、皆さん、今、なかなかね、家から出なくて辛いんじゃないでしょうかね。緊急事態宣言ということで、まあ、僕も、いや、日本に帰ろうかと思ってたんですけども、この1月の中旬からですね、ちょっとそれを延期せざるを得なくなったかなということで、まあ、2ヶ月間ぐらい延期の予定です。残念。まあ、でもね、ドイツも結構ひどくって、もうね、この1月の中旬から、今でもロックダウンしちゃうんですけども、より一層厳しくなって、かれこれね、僕、もう3ヶ月以上美容院に行けてなくて、もう髪の毛がね、本当に、未だかってないぐらい伸びちゃってね、だいぶやばいですけどね。まあ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 、早くね、本当落ち着くことを祈りましょう。まあ、インフルエンザでちょうどね、この1月に、一番ピーク迎えるらしいので、まあ、これからね、その同じような感じで、某ウイルスさんもね、だんだんシャビになっていったらいいなというふうに思うんですけども、まあまあ、その辺の話はさておき、今日はですね、ゴレスパウィズの話をしていきたいというふうに思います。これね、前視聴者さんからもちょっと、リクエストがあって、で、うちのクラスも結構ですね、最近これ使い始めてるんですね。まあ、相変わらず、三毛猫さんが多分導入したんじゃないかなと思うんだけど、うちのクラスに。コムソーさんっていう方と三毛猫さんっていう方が、まあ、とにかくこれを使ってガシガシやってくれてるので、ちょっとね、それを見ていこうというふうに思います。で、最後一本は、ジュンクさんのアタックまた見ていきたいと思いますね。やっぱりな、ネクロボーラーとか、まあ、ゴレネクロ系の戦術といえば、まあ、ジュンクさん、というふうに自分の中で思ってるんですけども、まあ、方本当に上手いですね、この系の戦術。のすげえ参考になるんで、合計4本いきたいと思います。まずはコムソさんですね。これよく見るテンプル的な配置になるんですけども、綺麗にやっていきます。まずはクエイクでど真ん中しっかり穴を開けていって、で、ゴーレムを最初に出していきますね。で、スーパーウォールブレーカーでこの壁の継ぎ目、ここに穴を開けていって、スーパーネクロマンサーではスーパー、ウィザードを通す、あとキング、クイーンですね。こいつらを通す道を作っていきます。で、このシングルインフェルノの区画が囲まれちゃっていますけども、これアーチャークイーンが居抜けるので、まあ、そこに関してはアーチャークイーンに任せようというところで、で、中心部に入ってきたスーパーウィザードたちを守るように、グランドオーデン、闘門発動して、ホーミングを全く無視しながら突撃艦型アンゴールに向かっていきます。これ突撃艦で、しっかりタウンホールがこうですね、孤立してる陣に関しては、破壊していくのすごくいいですね。とまけにクエイクの呪文で中心部ここ穴開けてるので、中から出てきたイエティがしっかりホールを潰してから壁の外に出てこんな風にね、タゲ取りながら前進してくれるというところも非常に美味しいかなというところですね。ちょっとロイヤルチャンピオン厳しかったんですが、ここうまいですね。しっかりホーミングシールド発動していって、シングルインフェルノ突破していきながら、アーチャークイーンはゴーレムと一緒になりながら、8時方面を6時に向かって歩いていって、みんなここに集結しようというところなんですけども、これね、スーパーウィザードの削りがまたすごいですね。こんな感じでガン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 のチェーンをぶち込んでいくので、時間切れのリスクも基本そんなにないし、なんならこれキングとクイーン能力残したままここまでいっちゃうかっていう感じですね。いやー、素晴らしいアタック。まあ、こんな感じで、取れてしまうんですね。スパッと。で、本日はですね、まあ、これがすごいねというだけではなくて、どんな村に対してまあ刺さるのかなというところをいつも通り、ちょっとね、自分なりに考察していこうと思うんですけども、本人たちに聞いてみたんですよね。どういう村を選ぶのって言ったら、タウンホールがこういう風に孤立している村がね、結構いいらしいです。っていうのは、孤立しているってことは、また中央部ですね。なるべく中央部分にある村。で、回路系の村とかがベストらしいですね。なんでかっていうと、この村もそうなんですけど、ここにこう、スペースがあるじゃないですか。こういう風に歩けるスペースが。こういうスペースをやっぱりネクロマンサーとかが上手に使っていけるので、そもそもネクロラッシュ系の戦術は、こういう、タイプの村にすごく強いと。いうのがありますね。同じことがやっぱりスーパーウィザードにも言えるので、ゴーレムとスーパーウィザードがしっかりこういう通路に入って、縦横無尽、右往左往かな、違うな、に、こうね、歩き回れるような形を作れる村っていうのはやっぱりいいらしいですね。で、かつ中心部にタウンホールがあると、タウンホールで闘門を使わなくてもいいっていうことがまず、もう一個美味しい、というポイントです。なんでかっていうと、これ、今ここからこう入ってたじゃないですか、突撃艦を当てていきますよね、ここにね。っていうことは、ここの投石機とか、あとはまあ、防衛軍とか、シングルインフェルノとか、ボムタワーとか、こういった、ね、施設とかのダメージっていうのを、ここ、に闘門を当てることによって回避できるんですね。で、もう一個やっぱり闘門当てたいのがタウンホールなんですけども、こいつはスーパーネクロマンサーがもうこう来てる段階ではもう落ちちゃってるので、突撃艦のイエティによって。なので、闘門当てる必要がないわけじゃないですか、まあ当然。っていうことで、タウンホールを、ね、主力部隊と相対さずに壊しちゃうことができるから、ある程度距離があると、やっぱいいみたいですね。
で、小武蔵さんの場合、今回、ここにクエイクがこう打ち込める場合ですね、タウンホールも、巻き込んで、打ち込める場合には、ウッドランチャーで、ガーってね、木をボコ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 投げながら、タウンホールを壊すっていう手もあるんですけども、ちょっと今回、この壁から遠かったっていうことと、中心部よりもやや遠めにタウンホールがあるので、これウドランの木が届かないんですよね。届かないので、突撃艦を使ったというところが理由だったみたいですね。まあ、っていうところに気をつけながら残り3本、見ていきたいというふうに思います。次は三毛猫さんかな。いや、ほんとね、マジ、この方々のね、最近この、なんていうの、ドバタシ系の戦術がマジで本当に回復抜群で、これ以外にもあるんですけど、ちょっとね、今日紹介しきれずに、まあ今日は3本、プラス、4本目はジュンクさんって感じですかね。クエイク、4発ですね。で、壁開けて、もう4発使ってタウンホールにもダメージを入れながら、壁開けていきます。ここに使った理由は、イーグル砲、透析機、あとタウンホール、あとまあシングルインフェルノ、クロスボウ、この辺の、高体力施設を削りながら壁を開けるためにジャンプでもなってしっかりとクエイクを使ったというところですね。この辺はジュンクさんのノウハウをしっかりと三毛猫さん今吸収されてるんで、非常にスムーズですね。この順番も大事で、ゴーレムでしっかりタギを取ってからスーパーウィザードを先に出す。出すことによって、この1層目、このレイヤーの施設を全部カットしちゃうんですね、序盤に。カットしちゃってから、ネクロマンサーを出すことによって、ネクロマンサーたちがこう、まっすぐ進むんですね。こう割れちゃったりしないんですよ、こういう風に。しないのね。ただ、この順番すごく大事で、まずは、スーパーウィザードを出してからネクロマンサーという順番でいくとこんな感じ。今、綺麗にこれ横一直線で、こう、面が取れてるじゃないですか、こういう風に。もう面が取れてるっていう形がすごく大事ですね。で、その面に、押されるようにしてこう、攻めの、その前線がこう押し上げられていくような感じになります。中心部分にアーチャークイーン、キングが入るように、アーチャークイーン、キングは、ゴーレム、スーパーウィザード、今回投下弊社ですね。で、あ、じゃあ、ゴーレム、スーパービザード、ネクロマンサー、投下弊社か。で、その後、ちょっとワンテンポ、1秒ぐらい置いてから、キング、クイーンと続けていく。その間にグランドオーデン出すんですけども。なんないような感じでやってしっかり中心部分に入れるというところもジュンクさんの、ゴールネクロボーラーをしっかりと徴収していてうまいですね。ウドランでまあここ狙うって言っても考えられるんですが、結構近かったので、まあ、そこに対してあんまりね、ウドランが歩く距離が短くなっちゃいますから、まあ、ここにタウンホールがあったのは多分ウドランで行ったんでしょうけど、こういう風にすいません、近かったんで、今回は10日弊社で見ましたね。中からしっかりと、ペッカとウィザード出しながら、そいつらも、トームに巻き込みつつ、後から来るイエティが追い打ちをかけると、まあ、いうような感じで全体の構成をしていたというところですね。いやー、綺麗じゃないですか、本当に。マジで美しいですよね。今回のこのアタックっていうのが、まあ、小武蔵さん曰くちょっとウドラン使うにはギリギリの距離かなって言ってました。うん。クエイク8発を持っていきますんで、どこにこれ壁開けんのかなと思ったら、あそこかって感じだったんですけどね。こことここに開けるんですね。こことここにゴンゴンって。こんな感じですね。僕だったらそうな、ここスーパーボールブレーカー当ててジャンプっていう手も考えるんだけど、まあこれは、なんで小武蔵さんがクエイクを選んだのかちょっと僕も、わかんなかったですけども、まあまあ、僕よりもこういう、ゴレネクロボーラー系の、ゴレスパビズ系の戦術、得意な小武蔵さんがやることですからね、多分何かしら意味があったと思うんですが、で、しっかりポイズン先打ちして、ちょっとね、スーパーガーゴイルがそのポイズンの中に、入るのが少し遅くなっちゃいましたけども、こんな感じ、トームを使って、まずはウッドランチャーの体力が減少するのを防いでいきます。で、タウンホール注目してください。これね、タウンホールをしっかりウッドランチャーで壊していくんですね。ウッドだけで。このね、ウッドだけでタウンホールを壊すのがやばいですね。しっかりフリーズの呪文をここですね、投石機にかけていって、投石機のダメージを無効化しながら、スーパーウィザードネクロマンサーで押し切っていきます。で、ウッドランチャーって、これね、じわじわ体力減ってるんですよ。見てわかると思うんですけど、ダメージ食らってないのに体力減っちゃうんですよ。なんで、それを放っておくと、ある程度距離がある場合には、タウンホールまで、ウッドがこう届いて、タウンホール壊す前に、ウッドランチャー壊れちゃうんで、トームをかけることによって、この体力の減少を一旦止める。ダメージを受けないっていう、なんかトームのイメージですけども、体力の減少を止めるっていうのがトームの正しい、まあ、効果なので、ウドランの体力減少も止めていくということですね。だから逆に言えばあれかな、投下弊社ももしかしたらこれ、トームかけたら体力減らなくなるのかな、今ふと思ったけど。
で、今回結構ギリギリになっちゃったんですけども、おそらくね、ロイヤルチャンピオンをこっちから出したのを反対から出せばよかったのかもしれないです。まあそこに関してはかなりね、このギリギリの判断になってくるんで、なかなか、難しいところなんで、多分結果論的な話にはなっちゃうんですけども、キングと当たっちゃったので、ロイちゃんが少し早めにまあ倒れちゃったというところですかね。ただまあその後の、ネクロマンサーがしっかりとキングたちを処理していきながら、これで前回まで持っていくというところですね。結構際どかったは際どかったんですけども、うまいですね。出す順番もしっかりゴーレム、スーパービザード、ネクロマンサー。で、それから、ウッドを出して、グランドボデン出して、ヒーローという順番ですね。しっかり、守ってらっしゃいました。さらに今回は、これ。ウェイクでタウンホールにダメージを入れてるんで、しっかりとそこをウッドランチャーのウッドでこう削っていって壊しちゃうということで、ユニットが全くタウンホールに触れずに壊すことができるということですね。なんでトームを序盤のここで使えるということですね。ここ。腰の方がいいかな、わかりやすいか。投石機と援軍と当たっちゃうんで、だいぶね、これ火力が高いじゃないですか、ここって。まあ、どう見ても高いんですよね。もう高いこの部分でトームが使える。で、こっちのタウンホールに関しては、ウッドランチャーで壊すことができちゃう。まあ、1本目のコブゾウさん、突撃艦を使ってましたけど、今回2本目は、距離がある程度近いので、ウッドランチャーで行ったというところですね。後ろの壁を壊せますからね、この辺の。いや、すごいですね。綺麗に決まったなっていう感じがします。さて、ではボンクラオルスバナカに行ってみましょう。ジュンクさんのアタックですね、見ていきたいと思います。このアタック、はいはいはい、とこれ生で見た人はすごい衝撃受けたんじゃないですか。このままタウンホールが中心にある回廊系の村ですよね。こういう回廊系みたいな感じで、ユニットがね、自由に歩き回れるところに関しては、本当にこのゴレ、ネクロスーパーウィザード、強いですよね。ボーラーの、まあ、上位互換的になっちゃってる感じがする。まあ、今回は、しっかりとここ、投石機とインフェルノですね。これをクエイクで落としちゃったんで、しかも多分これ、クエイクとライトニングか。で落としちゃったんで、しかもこれ、クロスボウも一本巻き込んでるかな。で、それでしっかりとルートをこう作っていきながら、タウンホールがやっぱりね、これ残っちゃうパターンになるんですけども、そこにウッドランチャーを刺していくという感じですね。これ、ジャンプの呪文を使うっていうのがなんかやっぱり、ジュンクさんらしいポイントかなというのは、自分ならこれなんかスーパーボールブレーカーでね、穴開けたくなっちゃうんですけども、あえてそこは焦らずにジャンプの呪文でいいんだなっていうところですね。まあ、そうすることによってこの2層奥のここまで一気にユニットが進軍できちゃうので、まあ、ここの施設からこうダメージを受けたりとか、こういうところですよね、ダメージを受けるってことがまあなくなるわけですね。ここが壊せるんで、ここが多分そこを狙ってしっかりジャンプで入ったのかなと、まあ、要するに推測するんですが、今回はクエイクの呪文を4発使う場所がなかったので、多分その分の枠っていうのを、クエイクプラスのライトニングに当てて、この十字方面ここですね、削っていったんじゃないかなというふうに思います。で、ちょっとこっちに流れたユニットはやられちゃいましたけども、主力のキングとかクイーンがみんなこっちにこう流れてくれたん でそれが最後までこう回りきってますね。多分ヒーローがこちら側に歩いていったとしたら、まあ、多分それはそれでなんとかなったんだろうというふうに思います。そっちが今度また強くなってやられずにガンガン進んで合流できたかもしれない。でも12時方面でロイヤルチャンピオンはこの攻めをする場合には必ず最後まで取っておいて、中心部分よりも上側でロイヤルチャンピオンを出す。これもすごく重要ですね。みんなそうしてるので、多分ここはこれが正解なんだろうなと。序盤にロイちゃんを出しちゃうと、やっぱり高火力帯のシングルインフェとか、あとはクロスボウとかに限られちゃった場合、そこでダウンしちゃうので、ロイヤルチャンピオンがなるべく長生きするなという出し場所を見極めてこう出すことによって、最後までロイちゃんが生き残るような形を作るということですね。今回はこの外周部分のここの辺が、狙い目だったので、そこに対してしっかりロイちゃんを当てていったというところですね。うっかり中心部分に入ったりなんかしちゃったらもう一発でダウンするんで、ロイちゃんは大事に使いましょうというのがこの、コルニクロボーラーの攻め方のコツになるのかなというところは、先日出したジュンクさん、のですね、ノウハウの中でも同じことをおっしゃってたというふうに思いますし、今回の、紹介したアタックの中でもみんな同じことをやったのかなというところですね。はい、というところで、いや、カンクラのメンバーがなかなかですね、本当にみんな、いい感じで全開を取りまくってくれるし、新しい戦術がね、見れるので、最近結構楽しいですね、自分のクラの対戦が。今まで以上に。ただ、ね、愚痴らしてもらうと、本当ね、タウンホール12がこれ、もう、スランプ。助けて誰か。
タウンホール12に上げる前は、まあ、ボンクラ出ても大体多分8割7割ぐらいは多分取れてたと思うんですけど、タウンホール12にしてから多分全開率多分 10% ぐらいですね。もうはっきり言って走れまとめでしかないんで、これなんとかしなきゃね。ちょっとこれからも頑張って10の練習もしていくので、皆さんですね、私が、ボンクラ攻めるときにはぜひ温かくも厳しい目でですね、引き続き見守ってもらえたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。まあ、こんな形でタウンホール13、あとは、12、11もですね、つむぎ組さん、あとは今回ちょっと出せませんでしたが、TH コンプリーターさんとですね、この3クランを中心に、出していきたいというふうに思っておりますので、ぜひですね、今後もご視聴いただきまして、また今回の動画参考になっているということでありましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。